でもいい感じで解決です。この A の前の4小節は必ずこのフレーズ僕やりますよね。お疲れ様です。リハです。ちょっと場所を調べます。この辺だと思ったけど違うかもしれない。もうこの辺。この多分行ってみましょう。場所分かりました。これ普通のデジカメだよ。哲也くんです。まだ開いてないから。開いてないね。 LA の同期。あ、そうだそうだ。スイッチフットフェイス。これだっけ。俺とスイッチだけで最初。ごめんごめん。あ、いいよいいよ。そう。1番と2番の間は、まあ、4秒くらい。はい、わかりました。晴れ男、いや、めっちゃ晴れ男なんですよ。もっと全然シンプルなの。本当かなったりしない？え、昨日のやつがターボの。それか、その音変わらないで、あ、いいでいくとか。したら、じゃあ、じゃあ、じゃあ、それでいって、4小節だけ頑張ってもらって。そしたら5から加わって、あ、イントロの4小節だけ。チェックでなくした方が良くない。フライさんがウクレレ弾けるから。いやでもなんかだってせっかくウクレレを持ってきていろいろやってるんだけど、ウクレレとかやること以上のことやってるから、なんかすげえ大変だな。あ、いいやん。これミュートは難しいんだね、ウクレレって。わかんないけど、この音切るの。例えば4小節だけそれ頑張るとかで。あ、一番最初。うん。すごい大変そうなの。見たことないもん。これ自分でこのフレーズ絶対危ねえだろうなと思って動画撮ったもんね。思い出せるように。ナイロン弦のやつでカポしてやってんのかな。丸の内線に乗りたいです。こっちだな。おー、確かに突っ切っていけばいいんだ。こういう感じ。ここ通れんのか。これ行ってみるか。リハーサル終わりました。水道橋でのリハーサルだったんですが、どうやら丸の内線の後楽園が近いと、
近くにありそうな感じなので後楽園行きます。いやー、よかった、なんとか形になってよかった。いや、ウクレレはね、レッスンではやってるけど、まともにあのポップスのサポートとかでウクレレは弾いたことなかったから、でコード進行も果てしなく難しいし、もうキーも普段レッスンは C で教えてるんですが、もう案の定 C じゃないから A フラットとか出てきてもどこそれみたいな。いやー、まあなんとか形になりました。本番は20日ですね、逗子でやります。東京ドーム久しぶりに来たの。お、あれ丸の内線だな。あったあった、結構近い。お疲れ様です。戻ってきてね、シャワー浴びて、若干ねやっぱりね風邪っぽいので、ちょっと今日はね早めに寝ようと思います。明日もね、一日演奏なんですよ。明日は表参道かな。今日のドラムの哲也くんは、僕が、まだ18歳ぐらいの時に専門学校行ってたんですけど、その音楽の専門学校に行った時に組んでたバンドでライブに出たんですね。千葉のルート14というお店だったと思うんですけど、そこでたまたま対バンで叩いてたのが哲也くんで、で楽屋でこう話してて、まあ、専門学校自分行ってますよとか、今度アメリカに留学するんですって話をしたら、哲也くんも、あ、俺も留学するんだよねみたいに言ってて、で実際ロサンゼルスのその、まあ、ラマっていう学校だったんですけど、ラマにね、あの入学式行ったらそこで哲也くんがいて、あれ会ったことあるなんつって、あの同期だったっていうね、はい、そういう話でございます。はい、じゃあね、今日はちょっと体調があまりよろしくないので早めに寝たいと思います。お疲れ様です。